施設司会木は宇宙を開きしかして天地をゆる院前の天は立つところの意行くところの方を設け、ここを入れても構いません。木を運ぶのり物をなすの経緯を立す。仏は天地を開く、しかして水火を表す。三千の地は、いるるところの虚と、おるところの実分かれ。運するところの火、因するところの液現る。字筆は書き損じです。これはまあ、税語とおそらく一瞬錯覚したんでしょうね。その合するや宇宙は隠る、しかして虚実の体を下ろす。天寿は没す、しかして火液の性を表す。動くものは真にして変ず、とどまるものは天にして定まる。このゆえに地はとどまりて定まる。しかしてその地は方伯をもって解をなさず。方伯ですから。方伯の意味。日中十二日時点、ウェブ用辞書。方伯、混じて一つにすること。と出てますね。ことバンク。混じり合って一つになること。両極が方伯してとかいう用法があるようですね。解をなさず。天は動きて変ず、しかしてその天は急流を持って、ちょっとルビを。急流を持って解をなさず。急流で。読みは良かったと思いますが、ちょっと見てみます。急流ですね。半球形またはそれに近い形、天大空。ゆえに王は常に聖にして、天道はその宙に遊ぶ。運転は宙あり、昇降は宙あり。根根は常に走りて、静止はその宙におる。根根の字ですから時間です。決して止まりません。回復は気を瞬す、瞬す。春とは言葉んく、回復は気を改めるですね。ああ、回春の春でしたね。誘導は太陽変図。これはまあ、生物とか、まあ、雲とかそうですね。空に浮かぶ雲とかね。
生物とかその辺の大気圏内のもののことです。ここにおいて道は変図といえども、しかも生を得て、しかして気を薄、天は定まり地は定まる、生は定まるといえども、しかも道を得て、しかしてよく活す、気は変じ物は変わる、ここをもって天は物に変じて、しかして気に定まる、地は物に定まれて、しかして気に変ず。どんな意味なんでしょうね。あ、それは物は太陽とか太陽系の天体とか、地球から見える惑星群とか月とか星とか星座とか、そういうものですね。まあ物に変じて、しかしその回転の周期が定まってますからね、軌道も木に定まる、ここは周期のことです。地は物に定まれて、しかして木に変ず。天神の天地において異性するところなり、天地は景気を持って没す、充実持ってロス、質を持って気を言えば質は実なり、気は虚なり、気を持って質を言えば気は性なり、質は素なり。気に性なるものは質に虚す、気に素なるものは質に実す、ここを持って気は早々入れて、しかして進みて生す。これは こういうところにあるんですよね。気は早々入れて進みて生す、上がれば上がるほど進んでくるということです。質は従々に入れて、しかしていよいよ実す。これを川は体の胸を持って、しかして出て上り、質は水は質の密を持って、しかして、下りているに調す。まあ火が上に上がり、水が下に称えられるという、そのことですね。木は劇として青春の伺うべきなし、しかして地をしてその宙に荒らしむれば、すなわち聖なり虚なり、質は密にして歌劇の指すべきなし、しかして木をしてよくその宙に荒らしむれば、すなわち素なり実なり。天はよく地におる、地にある、天はよく地にある、地はよく天におる。ここまでにします。